火を眺めましょう。こちらツリーシミュレーター2023という木を眺めるという一点にのみ特化したシリーズの最新作ですね。まあそもそも木ってのはご存知の通り、我々が生きるのに必要な酸素を与えてくれていて、時には木材として住宅や家具に姿を変えて我々の暮らしを支えてくれている存在であると。果実を実らせてお腹を満たしてくれることもあれば、小動物にとっては隠れ家になったりもする。それが木なんですね。木なくして我々の生活は成り立ってないわけですよ。よってこうやって木を眺めるということにのみ特化したゲームが登場するのもまあ当然のことと言えるわけですね。でまあこちらはシリーズ4作目の最新作なんですけど、これね、まず何が進化したかって、カメラ動かせるんですよ、ついに。これ俺が前にやったツリーシミュレーターにはなかったんだよね。以前は本当に定点カメラで木を眺めるだけだったんだけど、角度を変えることができる。これはもう待望の機能よ。これだけでも大きな変化なんですけど、これまだまだありますよ。まずこういろいろと環境設定を変えることができるんですけど、まずこう映像のフィルターみたいなのを変えたりもできたりして、こう影の具合とかが違うのかな、これは。あとはそうね、あ、もうこれなんかだいぶ違うね。なんかスマホのカメラの機能みたいだな。デフォルトの状態だとなんか色味が鮮やかになってるけど、これオフにすると自然な色味に近くなんのかな。なんかくっきりしてるし、俺こっちの方が好きかもしんないな。まあなんかちょっとぼやけちゃうな、このフィルター入れると。でこれはまあそのままでいいかな。あとこれはあるでしょ、草のグラスディスタンス。あ、はい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 。雑草の生えてる範囲を変えることができたり、これ、わっ、すごい生え具合まで。だからもう、こう、自分の理想の環境で木を眺めていいっていうことですよね。木を眺めるのに最適な環境を自分で作り上げることがまずできると。これはすごいことですよ。ここまで来たか、ツリーシミュレーター。ここまで来るとはな。何が変わったかわかんないやつもあるな。ブライトネス。あ、これは明るさ。あんま明るさ強いとちょっと台無し感あんだよな。ありのままの姿を見たいみたいなとこがちょっとあるから。そうね、ちょっとよくわからないものは一旦デフォルトの状態にしといて、明るさもほどほどにしとこう。夜になるとちょっと暗くなるからな。暗くしすぎるのもね。フィルター、あ、フィルター、デフォルト、ブループリント。あ、はあ、なるほど。ちょっと芸術性を持たせることもできると。まあ、あんま長時間眺めるのに向いてないかもしんないな。あ、ちょっとこれは絵画帳みたいなフィルターがかかんのかな。あ、ちょっと解釈が違うね。俺のこのゲームの解釈として違うわ。グロウってなんだ？育つの？デフォルトとあまり変わらないように見えるけどな、これ。一旦これにしといて。で、あとは、この設定画面にいろんなタブがあって、ツリーってとこだと、木そのものの、あ？タイ？あ、なんだ今の汚い SE は。あ、すごい、おしゃれまでできるようになっちゃった。いや、ちょっとこれも俺の中では違うかな。なんかそういう、あ、これは蝶ネクタイ。そういうことをしたかったんじゃないんだよな。ブラ、スカート。なんで汚い SE なんの？いや、ちょっとこの手のおしゃれはなしかな、なしでいこう。理想の環境を手に入れないとね。まあ、人によってはこれ、あー、自然に回ってくれる。おい、マジかよ。しかもスピードも変えられる。ローテーションスピード。これマックスになったらどうなっちゃうの？キモい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 。酔っちゃう。あ、こう、一番遅い設定でゆっくり回しとくってのもなくはないな、なくはない。で、一旦オフにしとこう。残念ながら日本語に対応してないんですよね。お？え？これは、ツリー自身が発光してるみたいなこと？なんかホワホワ出てんな。最近ゼルダの伝説でこういうイベントあったぞ。おい、コラボか？コラボか、これ。
ゼルダでなんかホタルを集めて木を輝かせるみたいな素敵なイベントあったんだけど、これちょっと俺が気づかなかっただけでコラボだったのかもしれないな。なるほどね。あ、このエイジってもしかして呪霊か？じゃあそのままちっちゃくなる、そういうことじゃないと思うんだけどな、エイジって拡大と縮小をするだけ、そうじゃないと思うんだよエイジって。これほどほどの方がいいな。ねえ、画角に収まらないくらいにしてもしょうがないもんね。ギリ収まる程度のサイズがやっぱいいのかな。ツリータイプ、え、ツリーシミュレーターポプラ、あ、そっか、木の種類自体を変えることもできるってことね。あー、おー、ちょっと趣出るじゃん。また感じ方が違うぞ。うわ、二股になっちゃったりして。そっかそっか、こう、あー、こういうバリエーションまで出してくれたんだ。ユーザーの声聞いてんな、ツリーシミュレーター。なるほどね。バナナって、あ、バナナの木、はあ、これ実をつけるところまで行ってくれたらまたいいけどな。こういう果物の木なんてね、パインだのバナナだの、そこまでは見れないのかな、クリスマス。おなるほど、クリスマスツリーですか。大したものですね。っていうかこれちょっと俺ね、今回のこのツリーシミュレーター2023はこれちょっと俺の中ではそれは違うかなっていう機能もあって、動くんすよね、歩くんすよ今回のツリー。これこれは俺そうじゃなくねってちょっと思うんですけど、これどう思います？ただちょっとまあ面白いのはそこに池があったりもして、これロケーションを変えたりはできるんですよね。なんか木が動くこと自体は木を眺めるゲームとしての価値観と今までの価値観と違うじゃんって思ったんだけど、あえてこのね、池の近くに配置して眺めていたいっていう。今夜だけど、光がいい感じに反射したりもするんだよね、多分あの池に。で、そういうのを楽しみたいって人は、まあ、あえて動かすっていうのも、こう、一つあるのかもしれないですけど、ちょっとでもクリスマスツリーも違うな。結局最初のやつが一番いいな。俺、最初のやつが一番好きだな、結局。木のタイプとしては。あ、でもここ傾いちゃうんだな。どうしても傾いちゃうね。あー、この、水面近くに配置するの難しいな。これ上級者向けですね。あ、この辺いいんじゃない？この辺いいかもしんない。で、あ、太陽出るぞ。太陽出た時の水面の反射が楽しみなんだけどな。どっか出る？太陽。あ、来た来た来た、登ってきたぞ。そっちから日が昇って。あ、美しい！それ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 、そういうのが見たかったんだよな。ただ傾く場所が多くて難しいな、配置が。これ上級者向けですよ、かなり。なるほどね。で、あ、やっぱ昼の方が鮮やかだな。あとまだいじれるとこあるでしょ。こっちにワールドっていう項目もあって。グローバル、これなんだ？わかんないな。あ、シーズン！シーズン？これオートにしたら自然と時の流れで季節が変わっていったりとかする感じ？リアルタイムってのもあんな。いや、でもこれ自分で変えられるんだとしたら。うわ！ああ！うわあ！なるほど！そう、きたかツリーシミュレーター。葉っぱが色づくことすら楽しめると。こうなってくると桜実装してほしくなるけどな。出ないかな？ダウンロードコンテンツ。桜。これはちょっと適度に色づいた状態にしてオートにしてみよう。で、デイ。これもまあオートで進む感じでいいのかな？タイムオブデイ。これ、すごい。自分で時間帯変えることも一応できるんだ。オートにはしてるけど、やっぱ理想の太陽の位置で眺めたいっていう勢力もいるはずだもんね。そういう勢力もいるはずだから。これ美しいんじゃない？あ、美しい。あ、でも沈んでしまった。今の配置悪くなかったな。ウェザー。あ、おい、もしかして雨とか降らすこともできちゃうの？スノー。雪。これクリスマスツリーには合うね。てかせっかく時間いじれんなら明るくはしときたい気もするな。はい。大雪ですね。レイン。ウィンド。
オーバーキャスト、これなんだ、全部入れたくなっちゃう。あー、雷か。おお、どういう気候だよこれめちゃくちゃになっちゃったどういう気候。あ、いや、なんかやっぱどんどん世界が白くなっていく。え、なにこれ、雪降り積もっていくの。あ、積もるってことはないのかな。でも白くなっていくな。あ、ちょっとやばい、これもうとどまることを知らないじゃない。まずいか。あ、フォグでこれ霧かけてんのも良くないか。霧オフにしよう。霧オフにして、あ、霧のせいで白かったんだな。じゃあうっすら雨だけ降らせた状態にしようかな。雨の音ってちょっと落ち着くからね。ほんで、あー、でもまあ割と楽しいんだな。え、あ、ちょっと待てよ、バー、ん？バードパーセカンド、これ鳥の数変えられるってこと？ UFO もいいんじゃん。え、 UFO 飛ぶの？ちょっと待って、どうなってる、どうなってんだ。ま、なんか鳥増えた気がするな。確かに確かにちょっと鳥増えたぞ。じゃあ明るくしよう、時間帯。あ、やっぱ太陽、朝日昇ってくる時のこの光の反射いいな、水面の。で、いや、なんか鳥多いな、鳥多いぞあっちこ、 UFO だー、 UFO だー、ほんとに来たぜ UFO。 え、これちょっとなんか宇宙人にサンプルとして採取されるみたいなことないよね、俺の木が。ちょっと寄ってみようかな。地球の植物のサンプルいりませんか？欲しいんじゃないですか？あ、こっから先はもう行けない。通過してしまった。堂々としてんな、UFO。あんなに堂々とするもんなんだな、UFO って。すげえ。文明の力に絶対の自信を持ってるぜ。あ、このタブはもうこれで最後か。鳥ちょっと多すぎるとあれだな。ほどほどにしときましょう。で、最後のタブは、ちょっともういろいろありすぎるな。あ、何？いろいろオンにしたりオフにしたりしてたけど、謎の構造物が出現したな。ハロウィン、あ、クリスマス、あ、はあ、なるほどなるほど。いろんな、あ、やべえ、なんかいろいろやりすぎて固まっちゃった。ああ、怖い。え、なに、あ、なにこれ、これ、じゃ、あ、あ、ちょっと怖いかも。なに、これ何が起きてんの、全然わかんない。なに、これ、どういう状態。あ、ボッツってボットか。ボットいる、このゲーム。255体の。今、255体の AI のツリーがいるってこと？俺と同じ見た目じゃなくてもいいじゃん。うん、怖いよ。ひしめき合っている。ちょっと待ってくれ、減らそう。減らそうってか、いらないんだけど。これ3体くらいにしたら、あれ？これだんだん消えてく？オン、オフにしたら、あ、程よく配置されたのかな？これが程よくなのかどうかわかんないけど、全然。でもなんか、やだ、動いてる木近くにいんの嫌だって、この機能いらないって、ボットはいらないっすって。あと、このなんか、あ、ハロウィンとか、そういうあれもやめよう。やめましょう。鹿。ディアってこれ鹿だよな。これも増やしたら鹿、おお、大自然、うわ、なんてのどかなんだ。うわ、こんなのあったのかよ、すっごいな。これマックスに、鹿とボット両方マックスにしてオンにしたらゲーム固まっちゃうんじゃないの、処理多すぎて。今鹿の数マックスにしたけど、あ、なんかもうどんどん増えてく、どんどん増えてくな。すごい、鹿の楽園だ。うわ、しかもちゃんとオスとメスがあるよ。角生えてる子と生えてない子がいるよ。体の大きさも違うし。いらんとこ細かいな。これいるか？いや、でもいるか。いるな。え、ラビッツ、え、ラビッツ、ラビッツ、え、フォックス。これは、すく、わかんないや。入れろ。全部入れよう。アニマルランドにしよう。いや、でもちょっとひしめき合いすぎてるかな、これは。ひしめき合いすぎてるな。あ、リスっぽいのがいるな。リスか、さっきの。いや、ちょっとひしめき合いすぎてる、怖いかも。やっぱ、限度ってもんがあるね。
あ、いいっすね、なんか。ああ、いいね。なんか理想の環境を手に入れたかも。あ、動物も可愛いし。え、何この、何の音かと思ったぜ。UFO 。ちょっと待って、UFO は俺の理想の環境に入ってないな。忘れてたわ。うるさい、SE が。まあ、結局葉っぱも見慣れちゃうと、緑色の方がいい気がしてくるな。でもなんか、鮮やかすぎてもちょっと違うんだよな。このぐらい、このぐらい。うん。いいね、いい環境を手に入れたわ。太陽も画角に映ってて、水面にいい感じに光が反射してて。動物はまあ、これでもちょっと多い気もするけど。まあ、さっきと比べたら、ちょっとさっきがひしめき合いすぎて麻痺しちゃってるから、こっちも。まあまあ、さっきと比べたら適度な数になったでしょ。適度なアニマルの楽園に。というね、こう理想な環境を作り上げるのが素晴らしい作品ですね。いや、進化しましたね、ツリーシミュレーター。素晴らしい。ここまで行ってもまだクソみたいなゲームだと思ってる人もいるかもしれないけど、これ Steam のスターページで圧倒的に好評だからね。圧倒的に好評って500件以上のレビューがあって 95% 以上の人が高評価つけないとならないやつだから。すごいんですよ。すごいことですよ。やっぱり我々みんな本能的に木を求めてるんですよ。なんか古くから生命のシンボルとして扱われてたりもするじゃないですか。ね。落ちないですね。ありがとうございました。終わります。